お笹の池。昔御簾のあたりの大地主やった小布施修理大夫にはお笹っちゅう名前のおめかけがいたんやと。べっぴんのお笹を修理大夫があんまり可愛がるもんやで、奥方は妬んでお笹の大事にしている鏡をこそっと近くの池に投げ込んでしまったんやって。これを知ったお笹は、亡き母の形見の鏡、何としても探さねばと言うて池に飛び込んだんや。しばらくして池の水面が波立ったかと思うと、鏡を口にくわえた大きな蛇が現れての、怒りの一念から大蛇に化身してもたお笹やったんや。これからは雨が降ると大蛇が暴れて池の水があふれ、この辺りの作物が取れんようになってもたんやと。この頃梅山禅師っちゅうお坊様が近くの山にいおりを作り座禅修行をしてなったんや。ある晩、一人のべっぴんの女がいおりに現れ、禅師様を拝んで、私は小布施修理大夫の奥方に一年の憤りを持ちましたために今では日夜苦しんでおりまする。何とぞ御仏のお慈悲でお救いくだされと交談やと。そなた今の姿は本心ではあるまい、そのままでは助けることはできぬと言うて、禅師様が諭すと女は姿を消したんや。次の晩、いおりを七巻半もして大きな蛇が現れての、大蛇になったお笹や。梅山禅師様は三日三晩のお経をあげ、煩悩を捨て静やかで安らかな涅槃寂静の境地に入るようお笹に言い聞かせたんやと。守らなあかん重々金塊を請願したお笹に、禅師様は仏弟子としての名前の戒名と極楽への手形の血脈を授けなったんや。禅師様、このご恩に報いるためこの地を平田にして差し上げまする。修理大夫様にお寺を建てていただき、ぜひとも開山いただきとうございますと涙ながらに言うて、お笹は鏡と七枚の鱗を残して立ち去ったんやとの。翌朝、荒れた沼地になってたあたりはきれいな田んぼに変わっていたんや。大蛇の鱗と鏡を見せられた修理大夫は禅師の話を聞いて涙を流しての。ほんでお笹の願いを入れ、七道伽藍の立派なお寺を建てて梅山禅師様を招き入れ、平田山龍卓寺と名付けたんやわ。龍卓寺の池はお笹の池と呼ばれての、天気のいい日には蛇が池から上がって日向ぼっこをしてるんやと。龍卓寺は室町時代に高僧の梅山門本禅師によって開かれた曹洞宗の寺です。辺りの荒れた沼地が一夜にして平田になったとの言われから、平田山龍卓寺と名付けられたとされています。寺には梅山禅師と建立の由来を表す絵伝えがあります。このお笹の話も、龍女鏡並びに鱗略縁起として寺の伝承として描かれています。阿波羅市郷土歴史資料館で開かれた龍卓寺の宝物展では、お笹が残したとされる鏡と鱗も展示されました。龍卓寺では年に一度、毎年9月7日に本尊がご開帳されるのに合わせて、これら宝物が展示されることもあるそうです。龍卓寺の美しい庭園は阿波羅市の指定文化財の名勝となっています。
そこに広がるこの池こそがお笹の池なのかもしれません。